CM やアニメなど、ありとあらゆる場面でバウンディさんの曲を聴く機会が増えましたよね。では一体どのようにして人気を得ていったのでしょうか。作詞作曲はもちろん、アートワークのデザインや映像のセルフプロデュースなど、マルチに活躍するバウンディさんのこれまでの軌跡を一緒に見ていきましょう。チャプター1、歌手を目指していた少年時代。バウンディさんは2000年6月6日生まれ、東京都出身のシンガーソングライターです。母親はジャズバンドでボーカルをやっていました。日常的に音楽が流れる環境にいたので、音楽を好きになったきっかけを聞かれても特にないんだそうです。今のバウンディさんの大きな特徴の一つとしてパーマが思い浮かびますが、実は小さい頃は髪がストレートだったんです。驚きですよね。2020年5月5日、子供の日に小さい頃の自分の写真を載せて、だんだんくるくるしてきたんだよね髪の毛とツイートしています。このツイートに対して、幼少期のストレートバウ君かわいい、や途中から突然くるくるするんだよね、めっちゃわかる、などファンから共感の声が上がりました。小学生の頃は歌うことが好きで、よくカラオケに行っていたそうです。周囲に歌がうまいと褒められることが嬉しくて、この時点で将来は歌の仕事に就きたいと考えていました。ものづくりにもハマっていて、小学4年生までゲームを持っていなかったバウンディさんは、当時人気だった Nintendo DS も段ボールで作り上げていたんだそうです。とあるインタビューでバウンディさんは、小さい頃からものづくりが大好きでした。家に段ボールなどの廃材が置いてある部屋があって、そこから材料を持ってきては自分でおもちゃを作って遊んでました。なので今も昔もものづくりは日常です、と振り返っています。幼少期の経験が現在のマルチな活動の基盤になっているのかもしれないですね。チャプター2、礎となった歌い手時代。バウンディさんが初めて触れた楽器はウクレレで、小学2年生の頃にアコースティックギター、中学生になってエレキギターを買ってもらったそうです。様々な楽器が演奏できるバウンディさんが曲作りのツールに選んだものは楽器ではなくパソコンでした。中学3年生の頃からキューベースという音楽制作ソフトを使って作曲活動を始めていきました。このスタイルは2023年現在も変わっていないそうです。高校生になるとニコニコ動画で歌い手としての活動を始めます。パソコンで歌声を録音してミックスも自分で行っていたそうです。この音を足したら面白いかもと思いながら、遊び感覚で技術を習得していったそうです。ちなみにバウンディさんは、シンガーソングライターの俺は歌い手時代がなかったら成立しない、あの時代に技術を得たとツイートするほどに、歌い手としての活動は大切なものだったようです。当時はエメさんの蝶々結びや須田景凪さんのシャルルなどをカバーして歌っていました。歌い手時代からすでにバウンディとして活動しているのですが、この名前には中学生時代のとあるエピソードがあります。それは健康診断の時に人とぶつかってしまって壁に跳ね返ってしまったというものです。その様子からバウンドボールと呼ばれるようになりました。その後バウンディに変化し、アーティスト活動をするにあたってより印象的にするために、英語表記のバウンディから頭文字の B を V に変え、バウンディにしました。それを今も名乗っています。この時点で人とは違うセンスを発揮していますね。そして高校2年生の7月からボイスという音楽塾に通い始め、本格的に音楽を学んでいったそうです。なぜボイスに入ったのか、それは自分が将来音楽で食べていくと考えた時に、その時のレベルでは到底できないと思い、もっとかっこいい音楽を作れるようになりたかったからという理由だそうです。同時に美術系大学の受験のためにデザインやデッサンの勉強も始めていきました。チャプター3、人生が変わった YouTube 投稿。2019年6月 YouTube に Pain という楽曲を投稿します。これがバウンディさんにとって初の自作曲となります。そして同年9月に東京フラッシュという楽曲を YouTube に投稿、 SNS を通して曲の良さがリスナーの心を打ち、瞬く間に拡散されました。動画はなんと
たった2ヶ月で100万回再生を突破しました。無名の新人歌手としてはとても異例なことですが、実はバウンディさんにはヒットをさせる自信がありました。東京フラッシュのヒットについてインタビューでこのように話しています。東京フラッシュを作った時はシティポップをよく聴いていて、今売れている曲やプレイリストに多く入っているものを聴き比べて共通点って何だろうって考えながら制作していきました。あと僕は何よりもメロディーが大事だと思っていて、この曲の冒頭から鳴っている特徴的なギターのリフも一回聴けば口ずさめる単純なもの。今の時代はストリーミングで音楽を聴く人も多いので、違うと思ったらすぐ別の曲に飛ばされてしまう。だから5秒以上聴きたいと思わせるようなつかみがすごく大切なんですと話しています。東京フラッシュは後にサブスク配信され、 Spotify の日本バイラルチャートで2週連続トップ3入りを果たしました。この頃からすでにセルフプロデュースの凄さを感じますね。チャプター4、続々と曲をリリース。 YouTube をきっかけにますます注目を浴びたバウンディさん。2020年4月にはバウンディさん初となるワンマンライブ大人間前夜が開催されます。チケットは即完売でしたが、コロナ禍の影響で延期となり、8月に無観客での開催となりました。リベンジのチャンスはすぐに訪れ、同年10月10日にはセカンドワンマンストロボの開催が決定し、高い歌唱力と圧巻のパフォーマンスで観客を魅了しました。2020年5月27日にリリースされたファーストアルバムストロボ、その中に収録されている不可抗力が Spotify の新 CM に起用されました。 CM に登場するキャラクターデザインはバウンディさんの自画像を元にして制作されたそうです。地上波で放送されたことで、普段 YouTube を見ない人も CM をきっかけにバウンディさんを知った人は多いのではないでしょうか。1年後の2021年5月、不可抗力がバウンディさん初となるストリーミング累計1億回再生を突破します。さらにバイバイミーがテレビ東京の捨ててよ足立さんのオープニングテーマに起用、ともしみが FOD で配信された令和版の東京ラブストーリーの主題歌に抜擢されました。ちなみにアルバムのタイトルや自身の名前にあえて和製の英語を使っているのは日本人アーティストとしての矜持で、海外での活動も視野に入れているからだそうです。その後も続々とリリースする曲にタイアップがついていきます。その中でも2021年7月にリリースされた花占いはテレビドラマ僕の殺意が恋をしたの主題歌になり、 MV も話題になりました。なんと主演を務めた中川大志さんと荒木優子さんが MV にも出演しているのです。 MV 中で披露されたオリジナルダンスも話題を呼びました。そして同年11月にリリースした踊り子はこれ絶対ハメると確信を持っていたそうです。というのもこの曲はたまたまベースを練習している時に思いついたそうです。適当に歌っている時にメロディーが自然な形で出てきたので、そう直感したのだとか。これは不可抗力や東京フラッシュができた時と同じ感覚だったそうです。バウンディさんはこの曲に対するインタビューで、10年後も残るすごくいい作品になったと答えています。 MV に小松菜奈さんが起用されたことでも話題になりましたが、そこにもバウンディさんの意図が明確にあってヒットに至ったんでしょうね。チャプターン5、第1章の閉幕。2022年も数多くの新曲が展開されていきます。その中でも1月7日に先行リリースされた裸の勇者はアニメ王様ランキングの第2クールのオープニングに抜擢されました。初のアニメタイアップでアニメソングを担当することはバウンディさんにとって小さい頃からの夢でした。小学生の頃からジブリが大好きで、中学時代にはアニメのイベントに行ったりグッズを買うほど熱狂的でした。バウンディさんのものづくりの根底にはアニメがあると言われていて、一時期は歌える声優になろうと思っていたそうです。裸の勇者についてのインタビューでバウンディさんは、アニソンをバウンディに頼めばかっこよくしてくれると思ってもらえるくらいの第一歩にしたいと思ってましたね。もちろん王様ランキングのおかげでいろんな人が認知してくれたと思うんですけど、もともとそういう場所にいたのでもっとアニソンをやりたい、このアニメの主題歌をバウンディがやってくれたらめっちゃいいよねと言ってもらえるような
アニメファンの人たちが喜ぶような存在になれたら嬉しいです、と語っています。同年9月には、たくさんリリースされた曲たちを引っ提げて、武道館ライブ 2days を開催しました。年末の12月31日には、第73回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たします。2曲歌唱し、1曲目はライブの人気曲「怪獣の花歌」、そして2曲目は提供曲である「面影」をエメさん、ミレイさん、生田リラさんの3人と一緒に披露しました。紅白を終えて第1章が終わったというバウンディさん、今後の展望はたくさんあるそうで、その中に映画監督になりたいという夢があります。それを叶えるために今も勉強中なんだそうです。一体どんな映画になるのでしょうか。いつかバウンディさんが撮った映画を見てみたいですね。本日の名言、やりたいことがいっぱいありすぎて人生100年じゃ足りないくらい。それではまた次の動画で。